ラフリーでタワレコード池袋店さんにて、いやリリーベだけど、みんな私ね、ほんと人来るかな、めっちゃ不安なんだけど、来るのかしら私のライブを見に来てくれる人はいるのかな。急遽決まったものだけど、人はいるのだろうか。不安だな。大丈夫かしら。倒した一人。やばすぎ。やばすぎ。終わった。ショック。ライブ不安だな。やっぱり大丈夫かな。めっちゃドキドキしてるけど、来てくれた人を楽しませるのが私は頑張らなきゃいけないことだから、あんまひよってる場合じゃないよね。本当に頑張ろう。おっとだるまありがとうございます。スプラトゥーンする時間がねもうほぼないですね。とりあえずソロライブの、結局今日も昨日も楽屋でスプラトゥーンは一度もやれてなかったので、もう昨日も夜何試合やったんだろう、配信で試合しただけだもん。もう今レベルいくつなんだろう、全くわかんない。なんかあんまりよくわかってないでやってるかもしれない。とりあえずもう時間やる、時間をいっぱいやろうっていう、そういう感じかな。まだ10とかには全然いって、あ、10、レベル10にもいってないですよ。全然いってない。そう、まずねソロのイベントをね、基本的に家にいるときはもうソロイベをどれだけ練習できるかみたいな。私もさ、決まった時間、イベ決まってで皆さんに発表したのもすごいキリキリだったってことは、あの会島がイベントやるよって言ったのも、あの実はキリキリだったりもしてたので、実はね、そう、そうだから意外とね練習する時間がなくて、出したあのいつものねギター、いつも見てくださってるナレヤンさんというギターの、ね、方がねキーボードを持ってきてくださるので、そうそうなの。だからあの明日合わせるんです、初めて。一日合わせていけるかしら。うん、でもできることは全力でやったので、明日で詰めて本番に臨めればなって思います。ちょっと私もスケジュールがなかなか取れず、なんとかでも全力は尽くしたのできっと大丈夫だと信じております。自分を信じて。なんか私ってこう催眠術にこの間かけられたんですけど、なんか自己暗示がすっごい人間らしいんですよ。自己暗示やばすぎ女みたいな感じらしくって、そうだからねあれだって、あのできるって思ったらできるらしい。何でもそつなくこなすタイプでしょって言われたんですよ。で、え？いや私全然結構ビビりでうまくいかなくてって言ったら、あ、多分とってもあの物理的に器用な方だからって言われても、物理的に器用な方だからあのすごく何でも丁寧にこなせるよって。ね、あのなんだっけな、であの自己暗示がねすごい強いからダメだって思ったら本当にできなくなっちゃう。でだってさ、そうなんだと思って、うん、確かに自分に自信が結構ない系なので、
束がすごい、いろんな人にあなたの弱点よってこう言われてここまで来てたりするから、ここがもし自分に自信が持ったらもうちょっと自分を変われるのかなとか思いながら生きています。負けましためっちゃ負けてんだけど、これで面白い、負けましたけど面白いです。ベロの裏にさ口内炎が初めてできたんだけどさ、これってあレベル8だった、ランクかランク8まで来ました。あのベロの裏に口内炎ってできたことある？しかもなんかボコっていう口内炎じゃなくて、なんかすごい薄く白いんだよね。初めましてな口内炎なんだけど、これ大丈夫なってたよね、治るよね、痛いんだけど大丈夫だから私調べちゃったもん、何これと思って、口内炎かな、口内炎ちゅう、口内炎なんよ、もう見た目もさ口内炎なんだよ、めっちゃうさぷやん食べたら、ね、あそうだカルシウム注文しなきゃ、ユーハ磨くとうさぷり、そうだそうなんだっけ、カルシウムのカルシウムのやつやめちゃったのよ高くて、でも食べようと思ってやっぱり買おうかなって思って適購入します。スーパーに行きたいな、スーパーに行ったのあれが食べたいです、プルーン、健康食品ばっかり食べてますね私、今年は健康に気をつけるって決めたから頑張ります。それ可愛いなんて可愛いって言って、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、少しすぎる、そして君が一番可愛いのってなんだかかなんか歌詞がわかんないなって、それ可愛いあれ可愛いなんて本当に可愛いよ、私の一番可愛いところに気づいてる、パッ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 、うん、鉄ビタミン鉄ビタミンなんてカートに入れる、可愛いって言って購入手続き、あれ定期購入、3ヶ月後だよね、合ってる、これで1個って3つくるんだよね、1個って3つくるで合ってる、ちょっとね30日分1個、あれあれ3つくるんじゃないのこれ、3袋まとめて購入するとか、あそう3袋まとめて購入したいの私は、絶対食べるから、おい変わんないよ4個、おいこんないよ3袋、あれ4つになってる、危ない、あーすごい3個で大丈夫でした、やったー、これお支払い定期購入14、私今いくはいクーポンコード、うん、いやー何も持ってない、ご注文バイ、カルシウム美味しかったって、美味しくはないよね美味しく、顎のニキビ、これねあのヘルペスなんだけどだいぶ綺麗になったよ、もう全然もう全然大丈夫、うん痛くもないし
お、地熱から LINE 来た。やっぱさ、私さ、あのショールームやるとめっちゃ地熱とか誰かから LINE 来るんだよね。どうしたのみんな、眠いの？ダメだよ寝たら。まだまだ11時だよ。11時か、眠いね。私さ、ほんと12時きっかり眠くなっちゃうんだよね。昨日もさ、バーってさ、バタバタしたけど、結局12時半には寝てたし、すごくない？ショールームやってる時は全然早いと思われてるかも。尻尾すごいめっちゃ跳ねるんだけど。カジのギター眠くなると聞きましたって。あ、ね、カジのギター弾いてたらさ、なんか2人ぐらい寝落ちしてましたよおもろ。休日出勤でまだ家着いてない。お疲れ、私が待っててあげる。何時に着きた？キラ可愛いです。あ、今日もキラコロンってなってるね。よいしょ。エイミー、おっとー、てってちゃん、かわいいよ私の一番かわいいところに気づいてるっていうさ、あれやってたんですけど、見たかな、みんな踊ってみた、見ましたか？見た？そんなあやたんはすごいすごいよ、すごすぎるって。眠気の時間が健全。いや、私はもう8時にあの絶対に起きて12時に眠くなる。8時間睡眠毎日、すごい。だってあやちゃんめちゃくちゃあざと可愛いって。え、本当？え、嬉しい、よかったいや、ちゃんとできてるかなって思いながら踊ってましたよ。みんなさ、すっごい可愛くて。あ、みぽ、みほんじさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。よいしょ。やあ、健康第一。みんな見れてないで、見て見て、よかったら。眠くなるってことはギター綺麗に弾けてる。あ、結構私がアコースティックやったらみんな眠くなっちゃうのかな明日やったら明日池袋店さんです。タワーレコード池袋店さんに19時からありますので、皆さんよかったら遊びに来てください。立ち寄るだけ、立ち寄るだけだよね、それでも嬉しいな、嬉しい。カジのカバー曲やりたいね。カバー曲スペシャルもやりましょうね。ちゃいちゃんやろう、てかやろうよ普通にね。なんか私やろうよって最近何もできない、まあね、頑張ろう。ね、マッチング時代にどうしたんだろう。カジの爆弾のファンですって。あいついつも回数が会えない、在在この胸がみんなを歌うだろう、まぶかしようとしてる。 We are そんなホイトショー分で、いや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 、まだクリスマスだ、早いか。仕方いよな、これはよくにゃっちゃうちゃんくぜ、何もやってほしくなくて、僕らはそれでもとっても茶にギャラにしてるんせい。
カジスティックインってありますかって、うわやりたいやりたいって、なんか私肌荒れすごくない、なんか一気に肌に出ちゃうんだよねこういう時。そうなんかね、肌でわかるよね、なんかあの肌でやる、肌の調、私の肌の調子でさ、今カジってやることいっぱいなんだろうなっていうのがわかるの、めっちゃおもろくない恥ずかしいんだけど、めっちゃすぐにキビできちゃうんだよね。すごいね、ボトボトしてる、ちょぼちょぼちょぼって鼻ごとこうりょりって言ってそれ鼻一回折ったところあるから、今夜もマッチングはしないですね。決まりました、あ、蜂蜜舐めよう、ちょっと待って蜂蜜持ってくるわ。だから私また今日もサマリオ着ちゃったんだよね。ちみつだよ。あ、いないところで投げないの、みんな私見えないでしょ。アイミーオトゥーエイミーマウナメアルメガネさん、やばい、ありがとう、ありがとうなのよ、ありがとうぐらい言わせてくださいねありがとう、本当にありがとう。はちみつなくなってきました、周り調べてるからね。うん、わっかっかっか、いいさん、うん、嬉しい、来てくれたんですか、うん、初見さん、うん、米卵だってかわいい、私がいつも朝食べてる2つじゃん、朝卵いつも朝ごはんするです。うん、マルカニ、うまぴ、マッチングしないの、クマのあやたんだよ、イエーイ、毎日はちみつ舐めてるからさ、はちみつたっという間なくなっちゃうんだよ。これはちょっと誕生日プレゼントもらったはちみつだけどさ、自分でこれから買わなきゃいけないのあれよね。私の健康秘訣、私の健康を保とうと思ってるのは、まずなんだろうな、蜂蜜を毎日寝るときに舐める、グミサプリ食べる、あ、3日に1回ほうれん草食べるとか言ってるよ毎日はちょっと食べれないけど、そう、なんか3日に1回ぐらいほうれん草98円で売ってくれるのよ、うちの近所のスーパーが。それを狙っていつもあれしてます、それを狙っていつもね生きてますよ、結構狙ってます。これ意味ないんだ、これもう二度とやんない、今の攻め方も二度とやんないわ。え、なんか このえ、待って、このエリアなんかすごい懐かしいんだけど、昔あったよね、ほうれん草美味しいよって、うん、血が作られるでしょ。そう、なんかね、ママにね教えてもらったん、いろいろ、もうちょっと健康に気をつけてね、だからバランスよく食べれるようになりたいなって、レリオにて書こう、低予算でバランスよくみたいなのって結構難しいんだけど、もう頑張るしかないんだよね、ママがいないんだもん。そう、そういうことやられましたあ、ミシトモさん、スプラトゥーン買いましたか明日はソロで大事なイベントなので、その前にこうリフレッシュをしておこうと思いまして、まあ、夜はね結局ギターは弾けないので、もう楽譜で確認するしかできないから、一回気を休めようと思って
もう楽屋でずっとギターを弾いてたら社長は今日いらっしゃったんですけど、その時にだっけ言われましたよ、どこでもギター持ってんな肩取れちゃうね私ね、取れないけどさ、取れるわけないっていう、この人倒してからじゃない、なんだ、うそマジか、こっからよっしゃとっても嬉しいってな、おっしゃー、そしてもう一体よっしゃーってな、サンキュー、はい、レディゴ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 、みんなレディゴ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 、ゴー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 、これは今私はあの矢倉に乗ってたんで今レディゴって言ってましたけど、死にました健康ちゃんとした健康につながるのは安くない、そうなの、全然高いからびっくりするね。でもね、ご飯なんか私は本当に友達とか少ないし本当に遊びに行かないのよ、なんか3ヶ月に1回ぐらいの遊びに行くのか親友とご飯行くかぐらいだから本当に遊びに行かないの、だからお金を私はもう使いたくないの、もう使う時もうできるだけ使いたくないんだけど、健康にはちゃんと使っていこうと思いました。みはんさん可愛いただきましたありがとう。でもなんか私家で一人いるの楽しいんだよね普通に、全然苦じゃないんだもん、なんか私のに話しかけてくれる人いないかなとか、こんな贅沢なこと考えてる人に友達なんてできないですよね、一生こうやって家で一人でいるのかなないか寂しいよ、あ、こんなこと言いながら寂しいは寂しいんですよ、楽しいけど、楽しいと寂しいはね、比例しないよね、楽しくても寂しいんで、やったね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 、ミッチキルのパーティー、パーティー、パーティー、レディゴ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 ー、やったね、倒しちゃったんだから、もう一体倒しちゃうんだから、あ、ごめんなさい、落ちしました、ダメだ、インクル買った、うんね、あの買ってはいるんですね、おっしゃ、いやい、倒しちゃったんだから、倒しちゃったんだから、よし、そうどうしようかな、じゃあこのスペシャルをどのタイミングで使うかの超見計らってるんだけど、とりあえず目の前の人たちがめちゃめちゃ頑張ってくれてるのでとりあえず黙っておこうと思います、あ、ちょっと深追いしました、とりあえず乗ってればいいかな、お、あー、スペシャルを使わずにお亡くなりになりました私は、あ、武器はプロモデラーですプロモデラーでした、よしかった、じゃあ私の成績を皆さんにお伝えしたいと思います、乗りポイントナンバーワン、アシスト数ナンバーワン、関門突破ナンバーワンってやった、なんかよくわかんないけどなんかいっぱい1位取りました、そして成績はどうだったんだろう、良かったのかな、勝った、やった、なんかいい感じになんか上がってきてますね、11キルだってなんかめっちゃキルしたなって思った、11キルでも私11キルでもなんか仲間に20キルの人がいるから勝てなかったな、やった、頑張ってますね私は、ちょっとお茶持ってきていいですか、なんかさあの蜂蜜飲めたってお茶飲むとさ、なんか、いいのかなって思うんだけど、いいのかな、ありですか、今日楽屋にいっぱいこうやってお茶があったんですけど、あの、チラスいっぱい持って帰ってたよ食っちゃった、ね、ちょっと待って、私がいない間に投げちゃったらさ、うん、感謝の言葉を言えない可能性が出てきてしまうんですね、ということで言いたいと思います、メガネメガネメガネさん、そしてオトゥー、そしてテーテちゃん、ありがとうございます、全員いた、大丈夫、俺バレてないみたいな人いないですよね、ね、口内痛いな、
なんかすごいちょうど歯に当たるところにあるんだよね。見せたいけどさ、ベロの裏だからどうしても見せられないんだよね。つらい。私口内炎とかめっちゃ見せたいタイプなんだけど、あざとか傷とか怪我とか見せたいよみんなに。どうしたらいいのかな、見せたいよ、見せたくてたまらないのに。あ、すごい、あ、カーボンにやられたんだけど、やだ。スクリュースロッシャーが強いらしいよって。スクリュースロッシャーってなんだろう、何系ですか、気になる。うちのために調べてくれたのかな、めっちゃ嬉しい、助かるな。そういうのみんなでうちのこと強くしてください、お願いします。こんばんは、こんばんは。なんか染みたりとかしないの、もう当たると痛いだけで、何なんだろうねこの口内炎は。なんか中、なんか口内炎ってさ、表面にできるものだよね。なんか明らかに表面じゃないんですよ、なんか中の方に白いよみたいな、なんかよく分かんないんですよ私も。そんな口内炎初めてだからちょっと怖いもん、それ何口内炎みたいな、何口内炎よく分からんて、大丈夫なやつなのかなと思っていろいろ調べたんだけど、もう絶対口内炎ないよね、うん、普通に。なんでうちって口への字なんだろう、私さずっとへの字じゃない、なんかさ私唇のブルブル、なんかリップロールするともっとへの字なんだけど、見てもらっていい、やばくない、あー死んだリップロールなんかしてる場合じゃなかったんだけど、スペシャルダブってたのになんでこんなへの字なの、私下唇に、じゃあ下顎にめっちゃ力入ってんだろうね、あの、うん、あ死んだ、下なんかね、ボイストレーニングの時にもさすごい言われるんだけど、なんか下顎にめちゃめちゃ力が入ってるの基本、それめっちゃ良くないらしいの、だから私ヘの字なんだろうなって思ってます。どうしよう、なんだなんだこれ、ダメだ噛み締めるってなんこうなんてなんなんえ、背中まで変なことしてた、変なことばっかり言っちゃう、なんか私途中で記憶が飛ぶよね、スプラッターが1個のことできないのよ、2個逆だ、2個のこと1回できないのよ、スプラトゥーンやってる時の自分の言動っていうのはもうなんか今喋ってたっけって感じです。待って、めっちゃ勝ってるんだけど、なんで負けてなかったっけ、さっきまでしっかり色塗った方がいいよね、みんなが色塗ってないから、あ、絶対この子には勝つ、絶対この子には勝つ、1対1負けない、あ、スペシャル使いやがったから私も使っちゃうんだからって、あ、いない、外した、ちょっと待って、君には、ね、絶対に私勝ちました、私の勝利です、ありがとうございます、そしてカーボンローラーにやられました、どうして頑張ったの、違う子にやられちゃって、なんかでもうちカーボンローラー見るとさ昔の自分を思い出すからさちょっと悔しくなるんだよね、やっぱもう一回カーボンローラーやり直そうかな、でも私クイックボムがないカーボンローラーはカーボンローラーじゃないと思ってる、だって今まではカーボンローラーで4回もクイックボム出せたのにさ、もう出せなくなっちゃったわけじゃん、それってカーボンローラーなんて私は思ってるんです、よし、こうカーボンローラーの亡霊です、私は BU 時代の、そんな最強な武器も二度と出てこないだろうな、よし、すごいすごいよ、すごすぎるカーボン、今何してんの、なんかしながら家事じゃないの、ながら家事してないの、みんな家事集中みたいな感じなのかな、おぉスペシャル、スペシャル、あーダメだね、ローラーレイローラーレイ、よ
丈夫、うちの話面白いかな、面白かったらいいな、ちょっともうちょっとで勝てそう、いやでも勝てると思う、ちょっといい、調子乗ってきた自分、あ、言い方悪いな、調子乗ってきた自分って言うと俺って感じで、ちゃ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 、調子が乗ってきた、あどうやって言っても調子が乗ってるにしか聞こえないな、調子いい、調子いいか、調子いいです、ながら家事していいからね、全然大丈夫よ、でも急に名前呼ぶかもしれないから気をつけて、ちょっと誰か名前呼んでみよう、いるかな、誰しようかな、団長に乗ってるドルパン急に名前呼んだら怖いかな、3キル、あ私一番キルしてないですね、でもいっぱい縫った方がいいよな、うん買ったんだもん、うちのおかげでない、カジュの表情の変化が好きだって、あーだってだってキャン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 、七変化だから私顔めっちゃ七変化、すごい顔動くんだよね、自分でもびっくりする時あるもん、鏡見てえ私ってこんな顔できるんだと思う時ある、うん私ってこんな顔できるんだ、それとたまに自分見たことない顔してる時があるもん、おおこんな顔もできるのか、ならまだ鍛えがいがあるねっつって、どこら辺の私顔の筋肉の全てを鍛えてるんだと思うわ、何を言ってんだろうね、私よくわかんないや、23歳です、よし行こう、今やってるのはガチ油っていうものなんですけど、あのねこのマップの中にこう乗り物があって、その乗り物に乗って動かすのよ、乗ると動くの、それ相手の、えっ電池これかかった、今私相手の人ちょっと倒されてしまったんですけど、私のこと倒した人がの名前がめんどくせえ女っていう名前だったんですけど、うちのこと言ってますか、私のこと言ってると思うんですよね、それもう絶対に許せない、あすごいやられた、この人はまやまやさんだって、うん、そうあれうちではないな、うちはあやあやだからうん、めんどくせえ女って人誰だったんだろう、ちょっと友達になりそう、私相当めんどくさいと思うからな、おすごいアーチェリーの方がいらっしゃいますね、めちゃめちゃ動きづらいアーチェリーの方がいることによって、あすごい強いじゃないですか、相手の方はもう14までカウント進められてしまったので残りもう秒で負ける、秒で負けますね、このままだとどうする、困ったな、めちゃめちゃ動かされてるからちょっととりあえず塗っとくか、暇だし、いや暇とかないから、このゲームに暇とかないから、役割しかないから、しっかりして、はーい、バシューン、そして失敗、せっかくのスペシャルも無駄にした開始前です、こういうところでね、肝心なところで動けるのがやっぱり開始前だと思うんですよ、なのにやっぱり1キルやっとやっとだよ、1キルなんてもうなんで取れないのって、ちょ動いてみよう、バージュン、そしてスペシャル、ちょっとわかんないけど乗っとこう、すごい狙われてる、え、なんでこんなに仲間いないんだろう、仲間じゃない敵いないんだろう、敵にあるの怖すぎない、あ深追いしすぎたな、今のいらなかったな、相手の一人絶対めんどくさい配信をしているだって、あ私ねあの執着するよ、あの誰かにすごいなんか2回連続とかで倒されたとするんじゃん、そしたらもうなんか自分があの倒されてでもその人を倒しに行く、もう1回1回だから自分の役割を放棄してその人だけに執着して走っていくからねすっごい嫌じゃないもうなんか怖いよね、ストーカーみたいな、痛い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 とか言ってついてって、とりあえずもうなんか無駄に倒してからじゃないと気が済まないの、そういう人間めちゃめちゃ嫌な女だよね、なんかこうなんかこうフレッシュさがないよね、うん、全然良くないと思う、この子絶対倒す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 、この子、あ負けた、よしこの人のことを絶対に倒しに行こう、テポドンだ、テポドン、よしテポドン、テポドンどこだよテポドン、私は君のことを倒すまでもうずっとやり続けるよ、
から負けるんだよ。いや、一回テポドンはちょっと置いといて、何の武器だったかみんな忘れちゃったし、ちなみにこの子誰だったら、あ、まやまやちゃんだった、あゆうちです。まやまやちゃんは大丈夫、さっき倒したから。ちなみに今カウントリードしてます。やっぱりね、矢倉の勝ち方は塗ること。矢倉が通る道を塗る、めちゃめちゃ塗る。そして味方がとりあえず走りやすいようにしてあげるの、それが私の役目。敵が見たら逃げる。いや、何をしてんの。よし、行くぞ、せーの、ポーン。よし、なんと2キル今した。ちなみにデボドン倒しました。デボドンを今倒しました。もう一度言います、デボドンを倒しました。あー、ありがとうございます。よし、いけ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 、このままノックアウトに行こうよ。この乗り物はね、ディズニーで言ったらね、そうだな、あれぐらい楽しい。プーさんのハニーハントくらい相当楽しいよ。ちょっとミスったね。いや、ちょっと私先回ります。あ、矢倉奪われたみたいですね。私が降りた瞬間、矢倉が奪われたということはですね、私が相当矢倉に乗る力が強かったということです。あ、テポドンにやられた。許さないよ。許さないよ。よし、負けないぞ。で、まだ勝ってるからね。でもテポドン倒すまで終われない。どういいんだろう。テポドン倒したよね。でもちょっと味方が全落ちしちゃったんで、私も今なくなってしまいました。ちょっと一回落ち着いて止めましょう、矢倉を。みんな落ち着いて、みんな落ち着いて、みんな落ち着いて、大丈夫だから、大丈夫だって。ダメだった、本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい、あ、本当にやばい、みんな待って、ちょっと誰か止めて、やばい、本当にやばい、本当にやばい、本当にやばい、あ、負ける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 、絶対大丈夫だよ、絶対大丈夫だよ、私が乗るから、私が乗るから。よし、危ない、負けるとこだった。うん、テポゾンって何、なんかの名前なの。明日サイン書いてね。はい、ありがとう、待ってます。明日はですね、タワレコード池袋店さんに行って、私のソロでのイベントがありますので、ぜひご覧ください。遊びに来てくれるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。明日は家事が一人でギターを背負ってタワレコード池袋店さんに行きますので、よろしくお願いいたします。やったね、あ、嬉しい、やったね。あー、ギア揃わないな、これ。ギアガチャだいぶしないといけないかもしれないですね。9キル、あー、でもうちが一番キルしてないか言っても、相手22キルいたんだけど、テポドン、テポドン、私ニラちゃんって人にやられたかな。22キルしてるけど、私その人に出くわした記憶がない。衣装も楽しみ、何の衣装着るでしょう、楽しみにですね。確かにそうだよ、気になる。この音はマッチング。明日めっさ楽しみで嬉しい。なんかそういう言葉が頑張れるよね。なんか不安もあるけど、きっと自分ならと思って頑張ります。ありがとうね。よし、行ってみよう。さあ、私は緑です。相手はピンクです。緑はね、今旬ですから。そしてピンクはやっぱりね、女の子はみんな好きですから、結構な戦いですよ。緑対ピンクというものは結構な、ね、壮絶な戦いが広げられている気がするんですけれども、さあ今はですね、3です。相手、え、私生きてる、あ、でも結構有利な状況ですけど、あと1キルしたいところですね。あ、アーチェリーがだいぶ来てますが、誰か乗ってくるので一回私降ります。キルできませんでした、帰ります、帰りますと、この子が乗ってきますと、はい、倒せませんでした。相打ちだ、相打ちじゃダメなんだよね。3対3、うん、いや、ちょっと不利ですね。あ、間違えちゃった、降りると間違えちゃいました。スペシャル貯められるか。結構デスが多いです、味方。いい
あの走り出しとっても良かったと思うんですけどもね。おかしいですね。私タコなんだ、知らなかったな。タコの方が好きですけど、いやイカも好きです。おかしいところですね。もうタコとイカどっちが好きっていう、そういうフェスをやったらいいと思います。誰にやられたんだろう今。あーチェリー、なんとアーチェリーの人、名前めんどくさい女ということで、また君か、また君と対戦してるのか。私はめんどくさい女という名前はちょっと本当にやめていただきたい。私のこと言ってる気がするので、この子ですね、めんどくさい女は。ちょっと倒せるまで、倒すまで追っかけてしまおうかしら。あーでもちょっと、あーちょっと近づけない、アーチェリムズ。ちょっとヤグラはこのスペシャルじゃちょっと戦えないですよね。ヤグラ降りてきそうじゃない。ちょっと一回ついていこう。あ、降りてきた降りてきた。あーちょっと大丈夫だ。で先回りして行きたいところで、これ回るんだっけ。あ、またまたまた。あ、ちょ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 、ちょっと私ここ乗っちゃおう。ちょっとここにブラスターがいるんで、ブラスター倒したい。あ、誰か倒してくれ。ちょっと待って、後ろにもう一体だ。ちょっと、あー私悪いことしたわ。ちょっと申し訳ない。ザップちゃんですね。黒ザップ、黒ザップは上手ですね、とっても。ちなみに今ね勝ってます、めっちゃ勝ってます。まあでもね、こういう油断がね、私のね。あ、プロモデラちゃんいたんで倒してみました。スペシャルでやられました。こちらはどうなった。めんどくさい女だ、めんどくさい女だ。名前なんか友達にはなりそうだけど敵にはなりたくないよね。だってめんどくさい女なんだもん。でもうちの方がめんどくさいと思うんだよね。私めんどくさい女をかもう追いかけ回してやろうかな。なくなってしまいました、すいません。じゃあ私が乗っちゃおう。私やっぱヤグラに乗ってることが一番いいかも。何もできないから結局。あーとい、あーダメか、出なかった。夢空いてると強いので自分だと使いこなせない。あ、わかる、夢ね。私も絶対使いこなせないから一緒一緒。上手な人は上手なんだろうな。だからあれだね、チャージャーですね。遠くから狙ってくるチャージャー強い人ってさ、いっぱいいるのよ。チャージャーがいると、もう相手に強いチャージャーがいるだけでも絶対負けくらいの勢いで、私はチャージャー相手にするのがすごい苦手なんですけど、自分がチャージャーやるとめっちゃ弱いの、びっくりするの。エイム合わないし、どういうスパンでこうパンパンあの打っていけばいいかも分かんないし。ちなみに今めんどくさい女さんにやられてしまいましたね。ちょっと私の方が多分めんどくさい女さんにやられてるってことは、多分一対一になった時にうちが負ける感じの力差だと思います。えっ、辻エラーが発生したんだけど、え、勝ってたのに、え、超ショックなんだけど。うちが悪かった系かな、もしかして。ショック、マジ？あー消えちゃった。まあまあいいや。へこみ、え、どうしよう、やめた方がいいよね、多分明日もあるし。ちょっとやめとき。でもなんか腕前がさ、今さ312なのね。350までいったらいいみたいなんだけど、もうちょっとでいけるんだよな。あとちょっとだけっていいかな。え、55位ポイント払わなきゃいけないの。やっぱ払おう。結局払わないとできない。やろ、もうちょっとやっていいかな。今日は絶対早く寝ないといけない。明日歌うから。私は結構睡眠たっぷり寝るとね、よく声が出ます。今の内容よく分からんけど、梶山さん時期面白いやって本当。アイスちゃんいつもありがとう。まあ基本的には梶が負けたり勝ったりしてる以上。大丈夫、大丈夫ってか、ありがとう、嬉しい。なんかそれでもなんか楽しんでくれてるのは君に素質があると思う。嬉しい。
55ポイントを払うとあのバンカラマッチのガチマッチみたいなのに参加できるのね。でさあケチだからさ、そういうポイントとか絶対に払いたくなくなっちゃうのよ。行ってみよう、勝ちます、頑張ります。でも勝ちますって言うと負けるんだよね。まあ、とりあえず私は今なんだろう、これはターコイズブルーみたいなインクで戦っていきます。相手はオレンジですね。オレンジ vs 水色ということで、ゆりちゃん vs こちら、ちなつ vs あみちゃんですね。どっちが強いかなって言ってね、じゃあちなつチームということで、さあもうめんどくさい女ちゃんもいなくなっちゃったんだろうな、どっか行っちゃったよね。もうマッチングできないんだろうな、街に繰り出したら会えるから。女の子だったのかな。でも私よりもめんどくさい女の子ってあんまり見たことないからね。ちなみに私今ヤグラに乗ってるだけなんで何もしてません。やったね、キルしてやったぜ。なんか私こんなこと言うのやだよね。あんまりみんなあんまり聞きたくないでしょ、私が勝ったとか言ってんのゲームするとこうなっちゃう。あ、やば、すいません、味方が全落ちしております。でも残りカウント5個進めれば勝てるんだよな。どうする、どうしようかな。あ、この子倒せる。あ、味方、あの子、あ、負けた。おティントンさん、名前がなんかかわいいね。わちょっとなんか空いてるな、ここのエリアなんであまり人に会わないんだけど、ことしたらいい。あ、わあ、もう北斎がすごいの、うちの目がけて、すごい北斎って読むのはですね、なんか絵の具の筆みたいな武器なんだけど、うちに向かってもバシャバシャバシャ、もうすごい。サブシはサブシな、そういう武器なんだけどね、しょうがないんだよ、うん、そういうね、そういう手勝つ時だから、ごめんなさい、合ってます、やり方分かる。ああいう力、ああちょっと悔しいですね。もうちょっと縮められ始めてますね。結構お互いにディフェンスがガラガラかもしれない。オフェンスは両者ともとてもいい感じなんですけど、ディフェンスがガラガラのスカスカザルですね。だからこそもう絶対にこの矢倉を取ったもん勝ちですね。ディフェンスがザルって結構こう、B とか C とかそこら辺のランクだと毎回そうなっちゃう。私もディフェンスすっごい苦手なんで、初心者あるあるなのかもしれない。ちなみに私バスケットボール部8年間やってたんですけど、ディフェンスザルでしたね、ちゃんと。ほげちゃったね。うちが最後速攻でボール持ってかれた時に、うちしか味方の陣地に残ってなかった時の不安感といったらたまらなかったと思いますよ。味方の陣屋の皆様、カジしかいないじゃんっていう思ってたと思いますよ。あ、引かれた、すごく悔しい。スプラローラーにやられました、うん、負けない。すごく遠くまで飛んでくるんですね、ローラーが。すごく難しいです、一応。あ、すごい、あ、名前があーって人がいるんですけど、どうしたんだろうね、名前設定するとき何があったんだろう気になるわ。楓さん、あ、かわいい名前、負けてしまいました。楓さんにいられてしまいました、悔しいね。ちょっと自分の陣、相手の陣地、待って、ヤグラをちょっと戻したいですね。すごい味方、私たちの陣地に来てるな、怖いな。これクワッツ取られた時にさ、グッと攻められてしまったら終わりですね、怖いですね。すごいですねみたいに言っちゃった。なんだっけ、すごいですねって、すごいですねってなんだっけ、なんか聞いたことあるな。
うちのボムって聞いてるのか。出た北斎、すごいバシャ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 、すごいのよあなた、あなたすごいのよ、もうすごい。あ、いなかった、もうほら、いたいたいた、すごい騒がしい、騒がしいんだから、騒がしながらもう君なんてバンバンしちゃうよ、ふーっとね、さーっとね。あ、ダメだ強いんだけど、北さん強いな。もう攻められてるね、ちょっと落ち着いていこうか。さっき落ち着いていって行けたからきっと大丈夫だと思ってる。あー、ダメか、ちょっと負けるな、これ。私が死んじゃったからダメかと思ったら、うちが死んでも全然大丈夫だったんだけどいるうち分かったからいいや、ありがとうございました。あ、でもうちすごいカウント進行ナンバーワンで、乗りポイントもナンバーワンで、あ、仕事はしてますね、ちゃんと。よかった、ゲームやりながらが何なんか一番できちゃう、一番出ちゃうって、なんかできた、ほんとね、やった、嬉しい。よーし、まだまだいっちゃうよ。あ、うどんさん、りんごさん、とあさん、とはさんか、名前独特ですねあ、危ない、私これ飲もうとした、化粧水は先にお茶ろくってきった。もう眠くない、大丈夫、夜めっちゃお水飲むよね。今日朝一でプリン食べたんだ。うらやましいって言って、ね、うらやましいって言ってください。マー君だ、 YAYK だ、来たいよって、もう10言ったからって。ほんと、よし、行くぞ、頑張ります。焼きプリン食べて美味しかったな。朝スーパーに寄ってから楽屋に入ったんですけど、プリンがね食べたくてさ、プリンすっごい食べたかったのよ、が買っていっちゃって、ゆりちゃんに朝からプリンですか言われた。そうです、そうですよってあー、バレてんだ、すごいね君、 4K さんだって、 4K さんって人すごいわ。私が後ろからちょっとずつ忍び寄り、忍び足、差し足、あれ違うな、抜き足か、抜き足、差し足、忍び足って言ったらもうすぐ気づいたよね、抜き足ぐらいからもうバッ、後ろ、うちの方向いて、そんな騒いでなかったよ私。あ、この人、この人、あ、全然違う人だ全然違う人に言われてるわ、上手、相手めっちゃ上手だよ、尊敬する、シューターさんがやっぱり上手だったね、すごいなって思うようになったし、色塗ることしかできないから、いたいた、よしよしよし、あ、くっそー、悔しいな、これアスプラローラーがいたんだ、よかったな、いけちゃった、あ、嘘、ノックアウト早すぎ、待って、超強いじゃん、いや相手めっちゃ強かったって今の、久しぶりにやられたな、かっこいいね、やられちゃった、ゆりちゃんに言われてる、言われてる、負けちゃった、頑張ろう、まだまだできるよ、1キロしかしてないよ、でもやっぱプロモデラー使いやすいな、簡単で無理に、ちょっといい武器に出会うまでこの子で頑張ろう。プロモデラー戦ってる人っているのかな、このリンゴちゃんっていう人がなんか仲間にいるんですけど、ちょっと知らない人たちがすごいついてくるんだよね広場に言うとめちゃめちゃついてくるんだけど、どうしたらいい、めっちゃこう、あ、よし、デ
プロモデルあんまり見かけない。本当？あ、そうなんだ。プロモデル大好きなのね、私。濡れるから大好きで。行ってみよう。このプロコンで頑張って慣れておく、おこうと思って頑張って使ってますよ。あっぶない、やられるとこだった。キー一発だよね、そういうなんか危なっかしいところも。会島っぽいな、ボムとか平気で当たっちゃうからね、恥ずかしい、まぬけだなって。あーダメか、ダメ、よし。あーもう一体だがむずいな、つってられちゃったな。チョケモン、チョケモンってかわいい名前が、相手のチョケモンさんか、かわいいな。ステージが好きです、めちゃめちゃかわいいステージが多くて素敵。やっぱインクないな、ここは致命的。あーダメだよね、ここでインクなくなっちゃうな、致命的だったね、ついね。よし、あ、カントリードされました。いやもう困りましたね、結構押されてます、もう負けかも。いや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 、始まったばっかだからちょっと待って神様に怒られたかな、今めっちゃパパすごいやられた、悔しいね。おお危ない、すごい、おお危ない、すごい、ダメだった、危ないとかじゃない、もうアウト悔しいですね。終わりました、はい、すいません、ありがとうございました。最悪めっちゃ開けたんだけど、笑い事じゃないんだけど、私が悪かったのかな。何？負けたな。上手だった相手の人。すごい仲間になってほしい。マジ？負けると思わなかったんだよ。ちょっときついな。短い時間で11キロしてる人がいたな。帰宅だって、おかえり。寝なきゃ。次負けたらやめよう。次負けるとあの勝ち、あのあれ終わっちゃうの。勝ちマッチ。3回負けたら終わりだ。次負けたら終わりっていうサバイバルゲームしよう。サバイバル、サドンデス、何こういうの、なんていうんだっけ、そういうやつやります。私紫、相手めっちゃ、はい、私口悪いよね、ほんとどうしたら治るんだろう、言いそうになっちゃった、危ない。すごい、あんまり綺麗な色じゃないよね、相手の、まあ、汚い色じゃないよみたいな。あーちょっとごめんなさい、何なんだ、うわーすごい強いじゃん、ちょっと負けちゃったら終わりなんだけど、どうしたらいい、集中。私黙ってやったら勝ったりするのかな。いやそんなことないだろうな。でもみんなにね、みんなが走りやすいのね、色塗ってあげるっていうのが私の仕事だから。いいよ。ちょっと私はみんなので一日ちょっと色塗ってから行きます。おー、おー。
気がしないね。でも負けたら終わりだからね。ちょっとダメだね。うわ、一対一始まっちゃった。私あの子に勝たなきゃいけないんだ。もう怖すぎても逃げまくってるけど大丈夫。あ、やった、なんか倒せた、わかんないけど、まぐれまぐれ。全然あの狙ってないもん。あ、うん。めっちゃバケツにパシャンやられちゃった。難しいね。ちょっと負けてもレリゴン。全然勝てなそう。でもね、まだ諦めちゃない。まだ負けじゃない。またなくない。今日からさ、お、負けた。また負けじゃない。大丈夫。まだ負けてないよ。7、6。まだ負けじゃない。また終われない。まあ。ありがとうございました。ということで皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。スプラトゥーンは負けてしまいましたが、明日はね、大切な単独ライブもあるので全力で頑張っていきたいと思います。ありがとう、最後まで見てくれて。寝る前の開始前でした。明日もよろしくお願いいたします。それではお手を拝借、せーの、以上です。強制終了、バイバーイ。もう見ろ、私が悪かったのかな。何だ。負けたよ。寝よう。おやすみなさい。